もいもいもい、アスクラビア東京です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。さあ今日は、はい、歯が10本抜けた後に起こること、はい、その後の人生はとはやっていきたいと思います。よろしくお願いします。10本ですね。10本って相当なもんですね。歯って何本あるんですか。上が14本、はい、下が14本。あ、上と下同じ数でございます、はい、合計28本でございますが、はい、10本抜けたら起きること、はい、今日はこれを解説していきたいと思います、はい、アスクラピア東京は歯に関するさまざまな疑問を歯科医師目線、経営者目線で発信していく歯のバラエティチャンネルでございます、はいはい、有益な情報をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。はい、今日歯が10本抜けたらってことなんですけど、そもそもね、大ちゃん先生言ってたけど片方は14本ですね、はい、で14本のうちの10本が抜けたらってことは、うん、合計何本残ってるんですか。4本しかないです。そうですね、さすがです。もう本当にね、数学博士って言われてますからね。ありがとうございます。4本しか残ってないってことなんですね。大体4本っていうとどこら辺残ってるのかな。大体まず犬歯残ってますね。あ、糸切り歯ね。3番目の歯です、うん、とかって3番目の歯、うん、あとはまあその他まちまちですけど、まあ適当だよね。そうですね。大体どっか残ってるけど、でも大体この3番目が強いで、なんで3番が残ってるかっていうと、根っこがすごい長いんですよ。そうなんですよ。骨がなくなっても支えてるところは残ってるし、はい、虫歯になってももう一回治療できちゃうみたいな、 それプラスどっかが残ってるっていうパターンが多いんじゃないかな、うん、歯がまあ4本とは言えないですけども、5本ぐらいでも同じぐらいかもしれないですけどね、うんうんうん、歯が少なくなってくるとこれ劇的に QOL が下がるんです。そうです。 QOL っていうのはクオリティオブライフですね、はい、生活の質ってことなんですけど、要はもう人生つまんなくなっちゃうよってことなんですよ。でそれを解説していきたいなと思うんですけど、はい、例えば歯って14本あるわけなんですけど、奥の2本、はい、この2本2本ってめちゃくちゃ強いんですよ、はい、でこの1本がこの噛み合わせでこう担ってる力っていうのが大体全体の 30% ってわけですよ。すごくないですか。すごいです。すごいですよ。だからこれが1本2本ってなくなっただけでもう半分以下ですから。そうなんです。でもね、大体奥歯からやられてきますね。そうですね。奥歯やられてる方本当に多いです。歯が残り少なくなってくると生活の質が悪くなるって言うんですけど、歯がボロボロの方の 3K 症状って言われてるんですけど、ドクターリン、はいこっちだったな、はい、ドクターリン、これ解説してもらってもいいですか。臭い、はい、臭いか、はい、汚い、はい、噛めないね。あ、でも噛めないが一番最初に来そうだよね。だってそうです ね歯って言ったら噛むためのものじゃん、うんうん、ね、見た目と なんか発音とかっていろいろ機能もあるかもしれないけど、うん、まあ患者さん目線で言ったら大体噛めないというところだと思うんですけど、はい、まあ、今お話しした通りに歯が1本なくなっただけで 30% とか 60% なくなってっていう歯がしかも一番最初になくなってきたりするわけなんですよね、はい、ですのでこの噛めないっていうのはすごい分かりやすいよね、はい、うん、でも臭い汚いとかっていうのは、ね、歯が、ね、残ってても一生懸命歯医者に通ってるし、入れ歯も入れてもらって、ね、ピカピカの入れ歯ですよ。入れ歯だってちゃんと磨いてますと、うん、ね、いいじゃないですか、うん、臭い汚いってどういうことなんですか。臭いのは結局歯がなくなった原因、はい、例えば歯周病あっていうものがやっぱり潜在的にある場合は、はい、まあ、匂いも残るし。なるほど。歯周病っていうのは確か虫歯とは違って歯茎が悪くなっちゃう部分だよね、うんうんうん、だから歯自体が綺麗に見えてても、まあ、中で悪かったりするんだよね、はい、見た目が健康そうに見えても歯茎の中ですごい悪さをしてて、 その中で骨が溶けちゃったり、その歯茎の中でばい菌がこう暴れてしまって匂いがあるよーってなってね、うんうん、メチルメルカプタンとかってね、はい、歯周病特有の匂いもあるんですけど、はい、すごい臭いっす、はいえ、でも実際さ、はい、でもそういったお口の中がすごい崩壊してるような患者さんとか、はい、たくさん来るじゃないですか、はいはい、匂い、歯周病系の人は結構辛いよね。そうですね。大体でもそういう方って歯が残ってるじゃないですか。残ってますね、残ってます。ご本人のやっぱりこう主訴、一番こういうのを改善したいっていう、うん、まあおっしゃられることとしては、うん、歯が動いて噛みにくいなんですよ、大体、うんうんうん、でも臭いとかっていうところはあんまり逆に聞かないんですけど、でもそういう方は最近例えばご家族から匂いを指摘されたとかっていう、その周りの方からの指摘っていうのがやっぱ動機で歯医者さんに来る方も多いですね。確かになぁ、まあ、家族ぐらいしか逆に言ってくれないんですよね。あと汚いですよね。お口の中の病気って言ったら虫歯と歯周病と、ね、はい、一つずつあるわけなんですけど、はいはい、例えばじゃあ虫歯の場合とかだとどういう風に汚いですか。例えばもう歯が半分ないとか、はい、虫歯になって崩壊したままそのまま放置されてるっていうケースですね、うん、でも例えばちゃんと治療してある場合もあるじゃないですか、はい、うん、そういう場合でも汚い場合とかってあるんですか。あります。例えば直してるけど、うんうん、歯ないとこそのままじゃんとか、
歯抜けですよ、ね、あ歯抜けの状態ですかね。あとは合わない入れ歯を使ってたりとかして、もう金属の位置が変な位置になっちゃう。まあ私の個人的な感想なんですけど、まあ、歯自体は入ってたりだとか、で例えばかぶせ物だとか、うんうん、まあ、クラウンって言ったりするんですよね、うん、クラウンが入ったりだとか、インデが入って詰め物が入ってたりだとか、入れ歯が入ってたりとかっていうのはするんですけど、なんか顔に全然合ってなくて、なんかすごい曲がってるとか、うんうんうん、出っ歯になっちゃったりとか、はい、まあそれは汚いって表現するのはちょっと言い過ぎかもしれないですけどね。まあそうですね、うん、調和してきてないって感じですね。まあいずれにしろですね、はい、虫歯になるとそういったことも起きるかなっていうふうに思います、はい、歯周病で汚いとかっていうのは、まあ、どうしてもコントロールできなくて、うん、やはりどこかに汚れがあるっていうのは間違いないので、うん、まあそういった意味で言うと汚い。あと完全に見た目だけの話をすると、歯周病でしっかり治ったら歯茎ってちょっとこう上がるんですよ。要は歯が長くなるんですよ。若い時の歯茎ってすごい元気だから、歯があったとしてもすごい歯茎って下まであるんですよ、うんうん、で逆に年を召されるとじゃあどうなってるかっていうと、逆に上がってしまうんですよ。そうです。歯の美しさって白い歯がどれぐらい見えてるかっていうホワイトエステティックっていうパラメーターと、はい、ピンクエステティックっていうこの歯茎がどういう風に見えてるかっていうパラメーターもあるんですよね、うんうん、このバランスが歯周病の方は劇的に崩れてしまう。そうですね。4本しか残ってないとかそういった方だと、これバランス取るのっていや難しいです。大ちゃん先生とかだって大好きじゃないですか。でそういった歯茎の、ね、はい、バランスを整えて、はいはいはい、このラインを整えるとか、はい、大好き。そうですね、好きですね。大好きなんですけど、はい、じゃあ、はい、残り4本しかない人がそれやってみましょうかっていう話にはならないです。ならないですよね。なんでかというと、その残ってる歯自体が、うん、もうそもそも例えば周り隣にあった元の歯の、まあ、抜けて落ちてしまった歯の影響があるので、うん、歯茎が下がってる場合とか、うん、あと位置が悪い場合とかあるので、うん、そこに合わせて結局私たちが作る隣の歯も合わせざるを得ない場合が多いですね。だそもそもそこだけ良くしても他は下がってたら意味ないっていう話になってしまって、まあ、なんか何のための治療かなっていう風になってしまうので、うん、そういった形成外科的な治療とかっていうのはもちろん適用外になってしまいますし、はい、歯を残すことに注目していくと、まあそうですね、見た目とかっていうのはどうしても犠牲にせざるを得ない、はい、そういったようなイメージがあるかなっていうのが、まあ、臭い、汚い、噛めない、はい、3Kですね。ね、歯がたくさんなくなってしまった人の 3K、 これが特徴になってくるかなというふうに思います。はい、はい、じゃあそんなね、もう歯が残り少なくなってきたよって方の今人生の分かれ道になっている方ですよ。これ2つしかないです。たった2つしかないです。だって残り4本だ。我々歯科医師としては歯を残すのが基本的なポジションですから、はい、難しい歯周病だったり、はい、難しい虫歯、はい、これ全てをうまくやってですね、なんとか腕を振るって残すって患者さんの QOL を上げたい、うん、これが歯医者さんの願いではあるんですけど、ね、はい、ここで残していくって方向を進むのか、はい、歯を抜いちゃいましょう、はい、残ってる歯、はい、これ残せるかもしれない、はい、もしかしたら5年いや10年残るかもしれないけど、はい、これを残すために何かデメリットが起こってしまう、いろいろなことが複雑に絡み合って人生複雑にしてしまうんだったらすっきりしましょう、こういう考え方もあるんですよね、はい、ありますね。この2つのポジションについてお話をしていきたいなっていうふうに思うはいです。でまずはこの歯を残そうプランですよね、はい、でもこれほぼほぼこの治療プランだよね。まあそうですね、世間一般的にはそうだと思います、うん、いやそうですよね、はいはい、でもじゃあ虫歯にも大体なってるじゃない、はい、多かれ少なかれ、はい、ね、ちっちゃい代償はあると思いますけど、はい、まあそれ治療しますよね、はい、で歯周病はどうですか。歯周病は歯と関係ないからとりあえずブリッジでも入れておきましょうかって話にはならないですね。いや絶対ならないよね。歯茎もしっかり直しましょう。もちろんです。これって期間的には結構かかるものですか。まあそもそも虫歯の大きさにももちろんよってくると思うんですけど、うん、ちっちゃな虫歯であればもちろん1回の治療とか2回の治療で終わると思います、はいはい、ただそれが大きくなって神経に及んだりすると、まあ、そこだけでも本当に3ヶ月とかかかる場合もあるんですね。そうですね、はい、でそこから歯病で噛み合わせていくとも半年1年とかっていうことも考えられるんじゃないかなと思います。1本3ヶ月ですからね。そうなんです、1本です。で歯周病でもだってワンブロック何ヶ月ってかかっちゃうわけですよね、うん、いやこれ組み合わさったらかなりヘビーな感じですよね。はい、じゃあこれでじゃあ歯入れてくださいっていうわけでもないですね。そうなんです。そこから歯入れるだけでも期間かかりますからね。だってそもそもなんかこんな風になっちゃってる場合も多いですよね。ありますあります。歯がね、はい、ガタガタガタってなってしまって虫歯にもなってます、歯病にもなってます、全部治しました、でも歯の位置は良くない、うん、長持ちさせていこうと思ったらいい位置に持ってかなきゃいけないんですよ。矯正治療でございます、はい、矯正治療ってどれぐらいかかるの。早い方でも1年ぐらい
長くかかる方だと本当に2年とかかかりますね。いやいや先生さっきなんか半年とか1年とか結構ガツいことずっと言ってたんですけど、はい、さらに伸びました。おい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 まあでも噛み合わせを作るのも大変だよね。そうです、うん、ってことは3年から5年ぐらいかかっちゃうね。かかっちゃいます。機能的なところだけではなくて患者さんって例えば2年3年かかるって言って1年に1回来てくださいじゃないじゃないですか。そうなんです。半年でもないじゃないですか。そうなんです。3ヶ月でも1ヶ月でもなくて毎週来てくださいが5年10年とかかかる、ね、かかる可能性もあります。もちろん治療をしっかりしていただければ、はい、治療結果がいいものを得られると思うんですけど、はい、じゃあその治療期間の間の QOL はてなんですよね。いやカリバだったら嫌じゃないですか。だって汚れもつくしさ、はい、カレー食べたらちょっと黄色くなるんですよ。そうなんです。カリバが外れちゃったり割れちゃったり壊れちゃったり、はいはいはい、矯正器具が外れちゃったり痛みが出たり腫れが出たりいろんなことが起きるじゃないですか。そこでじゃあ果たして美味しいものは食べられますかっていうと、僕たちも逆に柔らかいもの食べてくださいねって言ったりしますからね。制約はかなりあるんじゃないかなと。次はパターン B でございます、はい、残す戦略ではなく抜いちゃおうってことですよね。でも歯周病的にも、はい、虫歯の治療的にも、はい、残せる歯っていうのがありますと、はい、でもたった4本しかなかったら、はい、どうしますか。ここがすごい僕たちとしてもやっぱり日々悩まされるところなんですけど、うん、でもやっぱり患者さん1回の治療でなるだけ健康になってほしいですし、うん、長い間お口の中の健康を維持していただきたいって思うんですよね。そうするとじゃあその4本の歯を頑張って残して先ほどお話しした治療期間が伸びるっていうことよりもなるだけ回数を短くした期間も短くした、まあ、治療法ってなるとそのご自身の4本の歯を一旦取ってゼロにしてもう一回1を作るっていう治療が一つの選択肢としてはかなりいいんじゃないかな。ああなるほどなるほどね、はい、歯が一本もなくなるわけじゃないですか、はいうんうんうん、その場合に患者さんに与えられる治療方法ってどれぐらいあるんですか。まあもう2つですよね。2つそういればか、はい、インプラントで歯を作る。そういればっていうのは歯が一本も残ってないってことですね。なるほどなるほど。でそれは固定式じゃなくて取り外し式のか、ああとはインプラントを複数入れて、はい、固定式の歯を作っていく。あなので私たちが紹介しているオーロン法とか、はい、6本から8本入れて、まあ、時間を待ってやっていこうっていう方法といろいろ方法はあるんですけど、いずれにせよ複数のインプラントを入れて固定式でしっかり噛めるものを作る、うんうん、なるほど。ここですごい質問があるんですけど、はい、すごい虫歯の治療もすごい専門の先生にやってもらって、ね、猫、はい、の治療もやって歯周病の治療もやってもらって矯正もやってもらってもう歯は完璧な維持にあって、うん、間にインプラントとかブリッジとか入れてもらうじゃん、うんうんうん、まあ、それで完璧に残りましたと。そしたらもう再治療っていらないよね。そっちの方がだって自分の歯があるしいいんじゃない。いやそんなことはないですね。なんでなんで。なるほど。やっぱり治療をして虫歯の治療をして根管治療をして、うん、もうその時点で歯って弱くなってるんですよ。ああ確かに完璧な状態ではない。確かに確かに。やっぱり難しい歯をなんとか残してくれて、うんうん、やっぱこの歯を残すことによってちょっとでも自分の歯で噛めるよっていうのがあるんで、うん、なんとか残してくれてるんですけ ど、 なるほど、ね、結局は無理に残してる歯もやっぱり中にもあるんですね、うん、はいはい、つないであげたりだとか、うんうん、1個だと揺れる歯が複数だとがっちりする、うん、ただ根本的には弱い歯なんですね、はい、そうすると力の刺激だったりとか経年的な歯周病が進んでしまったりとか、うん、っていうことは今後も起こりうることなので、はい、そうするとそこダメになった時また再治療。ってことはじゃあ例えばこの3人ですよ3本歯が残った人がいて、はい、でここにインプラント入れましょう2本ずつ、はい、こっちにも入れましょうって言って、はい、じゃあこれインプラント健康インプラント健康ってなった時に一番年上に俺がダメになったらここもう一回インプラント入れる。そうなんです。もう一回インプラント。ちょっと辛いですね。辛いです。また治療ですか、はい、先生って。いやそうなんですよ。部分的に残す治療ってことは将来的にはそういったリスクがあります。その時にじゃあどういった治療法がもう限られてるじゃないですか。インプラント、インプラントだったらインプラントなんです。いや、まさにインプラント地獄になっちゃいますね。そうなんです。はい、そもそもね、皆さんこう綺麗な歯を入れていこうと思ったら、うん、もうこの歯って決まってるんですよ。入れ歯だろうと、ブリッジだろうと、自分の歯だろうと、どんな歯であっても綺麗にすることは可能です、うん、はい、見た目だけで言ったらもう絶対可能です、はい、で、しかしながらですね、これをいろいろあれを残して、これを残して、うん、で、こっちはインプラントで、こっちは入れ歯で、こっちはクラウンでとかってやってったらこれバランス取るのがすごく難しいし、で、しかもね、これを長期的に持たせようなんて本当にもう無理ゲーに近い、はい、なので、そのライン引きとして我々が考えてるのが今回題名にしてる10本です。10本こっち、いずれにしろ歯が4本を下回ってきたら歯を抜いた方がいい治療になる可能性が非常に高くなるかなっていうふうに思います。もちろんそれより少なくて5本だったらじゃあ残しましょうで何でもやりましょうそれでうまくなりましょうってことでは全然ないんですけど、でも一つの基準として10本以上っていうのは歯医者として一つレベルを上げないとなかなか対応できないかなっていうふうに
思います、はい、なのでぜひその選択肢を持っていただきたいなというふうに思います、はいはい、我々の委員でよく言ってることなんですけど、まあ、最後にアドバイス的なところで言ってもらってもいいですか。何をですか。いやいやそれそうだよね。例えば歯を抜いてしまってオールオンフォーにするっていう選択肢がある歯科医院ですよ、うん、これを知っててやらないことと、はい、全く知らなかったそんな話聞いてないよっていうまま歯を残し続けて、うん、毎月歯科医院に通ってる方がいるとしたらぜひ一回そういう話を聞いてみてですね。そうですね、はい、今後5年10年の人生が変わってきます、はい、これやるやらないは別でどんな治療なのか、うんまあ、そもそもどんな状況なのか、うん、そしてあなたが得られる未来と現実的な未来とこのままいったらどうなるかっていう未来、うん、この3つを、ね、提案してくれるそんな歯医者さんにかかってくれるといいんじゃないかなというふうに思います、はい、さあそういうわけでね今日は長くなってしまいましたが、はい、これで終わっていきたいと思います、はい、ぜひあなたの悩みコメント欄にお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。